どうも、オップです。よろしくお願いします。なんか、今日ちょっとね、ルームツアーっていうことでもうなんかすごいやってくれと、オップの部屋見たい、オップの部屋出してくれってことで、もうじゃしょうがないよ、もう期待に応えて、やっぱニーズに応えないといけないから、今ね、玄関で撮っております。はい、まあ、全部は見せられません。玄関で、だって、おーと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 、これ何これ何、ダルビッシュ、ユーダルビッシュ、ユーダルビッシュの、ユーダルビッシュのフラッグでございます。侍ジャパン、はい、こう玄関に飾ってるんですね。まあ、こんな感じで、今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、このユーダルビッシュさん、ちなみに、メルカリで買いました。はい、これ定価で買いました。はい、なんかすごいいい方でね。まあ、普通ね、定価1800円だったら2400円でメルカリさばくじゃないですか。なんだけど、1800円で売ってくれた方がいて、非常にね、ありがたかったです。マジックテープで貼ってね、玄関につけてます。よろしくお願いします。さあ、ここから早速、ルームツアー、ね、どんだけ広いのよ、オップの家はと、オップの部屋どんだけなのよってことでしょうからね。ぜひぜひ、皆さん見ていってください。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、ということでね、じゃあ僕の部屋もうね、すぐ、僕の部屋なんてもう、2分で終わるんじゃないかということでございますけど、まずね、まあ、こう入ってきて、廊下から、あれ、ちょっと待ってください。涌井さんじゃないですか。何やってんすか、涌井さん。ということでね、玄関入って、ダルビッシュさんのフラッグで、そして涌井さんのね、この楽天のタオル、僕貼ってます。はい、MVP の時のこれタオルですね。まあこれ去年じゃないか。2021年なんで、まあ割と最近ですね。まあ本当にこれはいただいたものなんですけども、非常にね、かっこいいんで飾っております。僕ね、涌井さんも大好きなんですよね。まあみんな知ってるか。うん、で、まあこう入っていくと、はい、もうゲーム部屋ですね。ゲーム部屋っていうかもう、ここが僕の、もうここしかないんすよっていう感じですよね。まあ一応ねここ見ていくと、あ、ちょっと待って、免許証って、俺今免許証つってたから大丈夫か、ちょ免許証隠そう、うん、まあちょっとねここで見ていくと、これがまずね、ダルビッシュさんのね、ボブルヘッドですね。これカブスのやつですね。でこれをね一応飾ってます。まあカブスなんで一球団前なんですけど、これはやっぱり僕はもう永久保存版として飾っております。でここにあるのが、涌井さんのサイン、涌井さんのサインをここね飾ってあります。2020年の7月31日これもねいただいたものなんですけども、まあ、かなりね嬉しいですね。やっぱ涌井さん僕好きなんですよ。今年絶対現地で観戦しに行きます。はい。でまあこうやって見てみると、まあここですね、いつもこの、まあ、テレビでいつも YouTube 見たりしてますね。まあこれなんだろう、これあれか、この前の OHK 杯でオップが強制された時ですね。間違いないです。これ強制された時ですわ。ピーマメ君に8対0で負けた時ですね。間違いないです。これはもうね、非常に悔しかったです。もうこの右下の見てください、画面。もう天仰いでます。はい。これは非常に悔しい敗戦でしたね。もう本当にね、あれ以来まだリアタイやっておりませんと。よろしくお願いしますということでいきましょう。さあまあまあ、でね、まあここ、まあここから見るか、こうやって見ると、まあ一応この iPad で僕はいつもやってますね。これ今スタンド見えると思うんですけど、このスタンド立ててやってるんですよね。まあいつもこのこっちの真ん中の方にここに置いてるんですけど、まあ今ここね無課金やかの iPad もつけてますけども、ここに置いていつもプレイしております。でこれがマイクですね。はい、このマイクがね非常に良くて、このなんていうのこれ、カバーみたいなやつもうつけてて、結構音質がいいんで、これ非常に気に入ってますね。なんかこれネットで見たんですよね。初心者の方はまずこれからが一番いいんじゃないかみたいなで買いましたね。でまああとはなんだろう、このカメラか、このカメラがねめちゃめちゃいいんですよ。これねなんか 1080p までいけるんで、そう、これがねめちゃめちゃいいカメラですよね。これでいつも生放送を僕やってます。これで皆さん右下の画面で僕のこと見てると思うんですけども、そうそうそう、これがね僕の、うん、カメラ、これめちゃめちゃいいですね。はい。でこの奥に僕が好きな武将真田幸村のフィギュアがありますと。
ってスカイツリーですね。スカイツリー行った時にこのフィギュア買い、買いました。フィギュアっていうのこれは、うん、買いましたね。で、ああこれはオップが強制で負けた時の絵が映っております。まだ映ってるよ、オップ。もうやめてくれよ。変えようよ。もう変えない。このまんま、今しめとして残しておきます。ありますね。で、ここに、僕の大好きな悟空のフィギュアね、あります。ありがとうございます。ね。まあ、こっちに行くと、調子くん、どうよ、調子。ね、調子くんどうよって話ですね。で、ここ、見てください。これね、まあ、僕がコレクションしてる帽子なんですけども、これ全部ねダルビッシュさんの、所属したチームの帽子なんですよね。まあ、これがテキサスレンジャーズですね。これがテキサスレンジャーズで、これが、シカゴカブスですね。でこれがロサンゼルスドジャースですね。これが白いやつですね。そう、まあ全部買ってるんですよ。で、まあ、一応ここにパドレスのがあって、一応メジャーのは全部あるんですけど、ファイターズのだけないですと。ということでね、どんどん行きましょう。どんどん行くぞと。オップの部屋どうなったんだよ。はい、じゃん。じゃん、来ました。来ました。ここですよ。ここが僕のね、ここがいいんですよ。このね、ユニフォームコーナーですよね。ユニフォームコーナー。ここね、やっぱりこう、見ていくと、結構かっこいいでしょ。そう。あ、一番右の普通の私服なんですけども。ここにね、あとも侍ジャパンのも貼りたいなと思ってて、侍ジャパンのユニフォームがね、もうすぐ来るんで、まあ言っても7月か、まだ2ヶ月あるかね。一つ一つ見ていくと、まずこれがユーダルビッシュの2チャムのやつですね。これもうね、2006年に買ったやつなんで、多分2006年か2007年かなに買ったやつなんで、めちゃめちゃ古いですけど、これ2015かな、もうほんと、あ、2005か2006、どっちかかな、めちゃめちゃ早めに買ったんで、そう。で、涌井さんのこのユニフォームですね。これはね、18番、ほんとね、涌井さんって16のイメージあるじゃないですか。だからこれはね、エースナンバー、まあ、松坂さんがいなくなって、エースナンバーを継承した涌井さんのユニフォームなんですよね。だから、まあ、初期ではないですね。うん。で、これ、ダルビッシュさんの今のパドレスですね。このパドレスのユニフォームがめちゃめちゃかっこいいんですよ。マジかっこいい。よだれ出ちゃってます。はい。で、ここにイチューローのユニフォームということでございますね。これがまあ本当にね、伝説の決勝で打ったイチローさんのユニフォーム、まあやっぱ買ってよかったなと思いましたね。もうイチローさん多分日本代表出ないだろうなと思ってたんで、まあ結局これが最後のユニフォームになりましたし、多分今年ね、ダルビッシュさんの僕ユニフォーム買いましたけど、多分ダルビッシュさんも最後だと思うんで、本当ね、永久保存版になると思います。はい、もう非常にね、ありがたいですね。やっぱり本当、オップはいいの買ってますね。てな感じ。おーっと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 、なんかまたこれ映ってますよと。おい、また天を仰いでるよ、オップと。いつまで仰いどんねんと。切り替えなさい。ね、ございます。よろしくお願いします。で、こっちは、まあ、こっちはそんなにあれですけど、このテレビ、昔使ってたテレビで、これ一応モニターとして今使ってるんですよね。そう、モニターとして使ってて、まあだから皆さんのコメントとか見るのはここから見てます。はい。でここら辺はまああれかな、宮城くんこれ映画、スラダンの映画見に行った時のやつなんで、うん、まあそんなに。でこれ悟空ですね、身勝手の悟空の悟空ですね、うん、てな感じですね。あんまりここら辺はもう本当に私物しかないんで、あんまり映したくないですけどてな感じですね。はい、てな感じです。最後にこれが僕の一番のお気に入りです。ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。私のルームツアー、なんだかんだ10分経ったね。まあ結構ね、その本当にね、トイレ風呂とか、あとまあ洗面台とか、見せたかったんですけど、キッチンとか見せたかったんですけど、ちょっとね、それ見せるとさすがにバレる可能性あるんで、マジでその、物件とかって、トイレとかお風呂とかの、写真って絶対ほぼ 100% 載ってるんですよ。一人暮らし、まあ、1K とかね、そのぐらいのやつって絶対載ってるんで、そこはさすがに映さなかったです。マジでバレたらやばいんで。
はい。で、まあ、キッチンもね、多分本当そういうのも映ってるんで、まあ、ちょっとね、キッチンも、見せなかったですけども、まあ、そんな感じでね、まあ、この動画、面白かったよと、あ、オップいつもこんなとこでやってんだって思った方、ぜひぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。うん。まあ、ほんとね、僕的にはね、ここでね、頑張って、稼いで、ね、また次違うところに引っ越すことがあれば、またルームツアーやりたいと思いますね。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで皆さん、オップの部屋いかがだった？やばいんじゃないの？みんな見ちゃったよ。どうすんのよ、これから。オップの部屋見ちゃって。みんな一人暮らししたくなったら、あ、もう噛んじゃったからいいや。さよなら。